はいどうもお疲れ様です。そっか、次の久保です。今日も XRP をちょっと見ていきたいんですが、3月28日深夜2時47分の主要コインの動きですよね。え軒並みねえ、赤い印がついてます。グラフの方ですけども、右側見てくださいね。まあ、この状況の中で、XRP だけは緑でね、好調ですよってことを示してますね。 うん、まあだからどうやっていうねえー、ことなんですけどもなんとなく嬉しいじゃないですかはいそれでまあ物語は核心に入っていくんですけどもその前にですねこんなニュースがありましたご覧いただければと思いますご存知の方もいると思いますけどもメルカリっていうねフリマアプリがありますけどもなんとねこちらの方ビットコインの取り扱いをするということなんですよメルカリでビットコイン売買が可能にと書いてますよね 詳しくは記事の方を読んでいただきたいんですけども冒頭だけ読まさせていただきますと株式会社メルカリの子会社で暗号資産関連サービスの企画開発を行うメルコインは9日同日より暗号資産交換業を開始することを発表した審査を通過したユーザー向けにメルカリアプリ内でビットコインの取引サービスを提供するということですけどもメルカリ自身がね金融庁の認可を取ったところは大きいかなと思いますということはそれなりの財政基盤があるということなんでメルカリ儲かってるよねってことですよね まあ売買手数料の10%でそれからあまあフォローアップはね多少するにしても実際はユーザー同士のやり取りですからあーまあなんと言いますか民事不介入じゃないですけどねえあまり立ち入りすぎないようにするっていうことでまあ手間をかなり省いているサービスかなと思います、まあ、ただしねえメルカリがオープンした当初のようになんか違法性の高いものとかねなんか気味の悪いものの売買っていうのは今ほとんどできなくなってるみたいですけどね まあでもメルカリで出品する商品に暗号メーターのが出てたりとかしてねなかなかちょっと難しいところありますこれ都市伝説なんですけども大きな箱ね人が入りそうな2メートル前後の箱が価格150万200万で売買されていて実はそれはですね中に本当に人が入ってるんじゃないかつまり人身売買の 暗号なんじゃないかなってされてたことがありますけども、まあ、真相は闇の中でございます。はい。じゃあ、こぼれ話はこの辺にしまして。えー、っとね、次です。これが、あの、XRP のニュースですけども、リップル社2023年中に裁判の結論が出るだろうと公表しているということでございます。これ、リップル社の発表ですね。で、これまでのリップルは裁判が終わるまでわからない状況でしたが、ついにその決着がつくまで間もない時期まで来ました。まさに、今ですよ。ね。 2023年のもう3月も終わろうとしてますけどもねそろそろじゃないですかそういうところもあってリップの価格ってのがかなり堅調に支持されているということかもしれませんさあそしてこんなツイートもありますえー、リップルを1000以上持ってる人はこれをリツイートしてくださいってことですよねつまりリップルのフォルダーをこうやって、えー、XRP 内で押し量ろうとしているところが見えるかなってことですよね、まあ、そんなことしなくてもわかるんですけどもね、はいまあ、一つの あの、お遊びなんでしょうね。え、それからこの図っていうのは、えー、SEC の訴訟が終わると、XRP は爆上げしますよって感じでね、ロケットのようにズバーンと上がってるところが、こうやって図に出てます。こういったものも増えてますよね。まあ、いわゆる XRP の買いを煽ってるといえばね、聞こえは悪いんですけども、そんなとこだと思います。もう一枚ぐらい見てみましょうか。 あ、女性が出てきて、XRP の価格がこういうふうにね、伸びてるところを示してますけども、本当にまあ、こうなるといいですよね。えー、XRP のホルダーとしては、どん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 値段が上がって、上がったところで売却して、<laughs> 売却してみたいなと思うんですけど、売却した瞬間価格は下がりますんでね。持ちすぎると、損しますよ。でも、持たないと、得できませんよ。まさに XRP で、今回、暗号通貨のね、昨今にはないような、大きな利益を狙える。 そんなチャンスが巡ってきたんじゃないかなと思います。それでは今回は以上です。お疲れ様でした。